僕、ブレイキングダウンのこうライブとかいろいろやってると、はいはい。虎之助さんの名前結構出るんですよ。あ、本当ですか。普通に虎之助を出せ、みたいああ。な。普通に、はいはい。虎之助強えよ、みたいな。めっちゃ、普通に視聴者さんから聞くんで、で、出られてたじゃないですか、オーディションに。はいはいはい。あ、もう、そもそも。一回シックスの方に出ましたね。あれで、虎之助さん、結局、ブレイキングダウン出れなかったじゃないですか。そうですね。それに関しては、やっはい。ぱ、なんでご自身は、こう、落選したというか、本戦出れなかったと分析してますか？何点かあるんですけど、まあ、ブロックが結構ケツの方だったんですよ、自分。A から始まっての結構ケツの方だったんで、そのひな壇の選手とかがどんどん決まっていく中、時は多分ほぼほぼひな壇が決まってたんじゃないかなっていうのと、あともう一つが、その自分はジョーブルグさんと同じブロックだったんですけど、まあ、その中で、こう、ジョーブログさんがやっぱ知名度もありますし、やっぱ YouTube でもチャンネル登録者数も結構ある中、やっぱこう、自分はあまりこう、比べるとやっぱ知名度もないんで、やっぱその部分で言うと、まあ自分よりジョーブログさんの方がみんな見たかったんじゃないですかね。寺崎さんめっちゃなまってますけど、何県出身なんですか？自分、福岡県です。あ、福岡出身なんですか？はい、福岡です。じゃあもうレペゼンさんとか好きなんですか？あ、レベゼン大好きです。でもジョーはい。ブログさんがすごいチャンネル登録多いってことなんですけど、はいひろきチャンネルさんも、はい。はい。普通にそこら辺の格闘家の人たちよりめちゃくちゃチャンネル登録数多いじゃないですか。あこれは思います、自分も。れはなんであんなに多いんですか？やっぱり、こう、時代っていうか、その今で言うと、やっぱ喧嘩自慢っていうのが、すごくこう、バズってる時期で、そこにうまくこう、なんていうんですか、一緒にこう乗っかるっていうか、の中で、しかも格闘技 YouTuber とか、まあそれ以外でも多分喧嘩自慢一番してるんじゃないですかね、自分たちのチャンネルが。そうなんすか。はい、もうほぼほぼ、まあ、喧嘩自慢の動画ばっかなんで。だからやっぱ、人間ってやっぱり人の喧嘩って好きじゃないですか、ね。揉めてる動画とか。まあだからすごいバズってるのかなっていうのはありますね。ひろきさんと虎之助さんの出会いっていうか、何なんですか？どういう関係なんですか？すみません、勉強不足で。はい、いや、自分がそのひろきチャンネルに入る前もずっと喧嘩自慢をされてて、ひろきさんたちは。で、その中で、福岡の喧嘩自慢で、福岡にいらっしゃった時があって、で、その際に、福岡の喧嘩自慢、博多の喧嘩自慢で、自分がその先輩とかいろんな人に、自分、虎之助って言うんですけど、虎之助、お前、喧嘩強いけん、出りーよ、みたいな。って言われて、自分、福岡の喧嘩自慢、大将で出たんですよ。で、それで、喧嘩自慢の撮影して、で、戦った後、その後に、ジョリー戦がちょうどあって、で、その時に、ひろきさんが、すごい花がある子を見つけたって言われて、で、戦ってくれんかっていうことを言っていただいて、そこで、ジョリー戦でジョリーを倒して、そこから、ひろきチャンネルメンバーって感じです。虎之助さんは、格闘技は何かやってないですか？もう喧嘩だけなんですか？いや、おじいちゃんが空手の先生で、で、小さい頃から空手はやってたんですけど、で、その中で、ボクシングを小学6年生の頃から中3ぐらいまで、まあ、正直、ほぼほぼ遊んでた時期だったんで、こうまともにやってたかっていうと全然そうではないんですけど、空手の時期から、そうですね、こうやっぱ、あんまり練習はしてなかったんですけど、もうそもそものなんかセンスっていうか、っていうので今までずっとやってきたような感じですね。じゃあ練習は嫌いだけど、もうぶっはい。つけ本番みたいな。そうですね。試合とスパーリングだけが大好きみたいな感じですね。はあ。で、その倒したジョリーさんって、今はやい。もうインフルエンサーみたいになっちゃったじゃないか。そうですね。ジョリーさんとの関係性っていうのはもう気まずい感じなんですか？それでも割と仲いい感じ気まずいのはあっちなんじゃないですかね。やっぱ、自分が実際まあ、格闘技に年齢は関係ないですけど、自分がジョリーを戦って勝った時は自分17歳だったんで、今はもう今年19で、もう4月で19になるんですけども、1年前ぐらいかになるんで、やっぱこう、
17歳に負けたっていうのもあるんで、やっぱ多少はあるんじゃない。自分は全然もう胸張ってって感じなんで、気まずさは一切ないんですけど、バッチなんじゃないですかね、気まずいなら。アンポルキアチャンネルでやっぱテル君とかとこうバチバチの時期とかもあったじゃないですか。それである程度 YouTube では、いやけど今ほどではなかったと思います、知名度は。もちろん今すごいっすもんね。もう今すごいですね。この前あの結局出れなかったんで、やっぱり悔しかったですよね、はい、そうですね、悔しい気持ちでしたね。今回あのどんどんまたトランスケさんみたいな強い選手が、ね、アウトサイダーだのプロ選手だの応募してきて、さらにきついと思うんですけど、なんかストーリーというかこいつ倒すとか、はい、なんかこう明確に考えてるストーリーみたいなものあるんですか。今、まあ、ジョリー君入れると3人いるんですけど、はい、まあ、ジョリー君は今話した通りなんですけど、川島選手ともやりたいなと思って。すげえそんなとこまで、自分人とやりたくて、そのなんか知名度がある人とやりたいとかだったら米尾さんの方行ったりとか、うん、川島選手すごい強いんでやりたいなっていうのと、あのひろやくん、この前そうなんですけど YouTube の、まあ、喧嘩じまんじゃ、あの公式のちゃんとした試合なんですけど、地下のそのひろやくんがもともと姫路の方でずっと地下格出てたんですけど、そこのひろやくんがいたジムの人と自分戦って、この前メインで、あセミファイナルかで戦って、自分、はい、あ勝ちました勝ちました。で、こっちは他団体の地下のキックのチャンピオンだったんですけど、で勝ったんで、まあ結局そのなんていうんですか、ひろやくんがもともといたジムの人なんで、そこを倒したから、そこもストーリー性あるかなと思ってますね。まあ、川島さんはね、飯田さんとエイトでやるだろうから。そうですね、あるとしたらそこらへんですかね。実績がすごいっすね。いやーけどまだまだ本当に MMA とかで負けたりすることも あるんで、まあ正直今の戦績じゃまだ全然納得はいってないですけど、だけどやっぱブレイキングダウンは別なんで、話はやっぱ1分でどつき合いっていうので負けないですね、多分。え、なんか今その喧嘩バトルロワイヤルとか成り上がりとかいろいろありますけど、はい、そういうところでフォロワー増やすぜみたいなの考えなかった。いやー、なんか成り上がりっていう浩二さんのところの なんかの知り合いの人から、成り上がり出たいならなんちゃらこうたらって話は軽く振られたことあるんですけど、けど、いやけど俺はブレイキングダウンでやりたいっていう風に考えてますね。